言葉対体感なんですね。素晴らしいの、マスターナンバー33で一番上で、数品によっては33まで満たせないやつもあるんですよ。サトスとこんなんできる人ですよ。すごい、見てたらすごごいなと思って。じゃあですね、自分を見つめ直すのできましたね。譲れない信念もできて。はい、じゃあ次の質問の目的。世間に認知されるってことそうでですすね。ね。含まれた部分は承認してもらえる活動とするならば、今出てきたの、ちょっと待って、あ、ブレたんで修正しますね。承認されるということは他人軸なんです。で、自分軸に戻すと、評価の舞台に立つということです。評価していただくということです。はい、それが自分軸ですから、他人そう軸か。になったらね、ブレ相だ手と思のって人。る。そうですね。されるとかしてくれるとか、向こう、外側の世界そう、外ね。側の世界やから、今ブレたから戻りましたよ。だから戻そったこ時に、に承認さされるっていうる。ことは、自分軸に置き換えると評価の舞台に立つ。だから相手がどのように評価をしても、私は100万円。OK ですね、OK ですね。評価の舞台です。私も一瞬ブレて、あ、答えがどっか行ったと思ったことあるよね。そうなんです。私ね、マンツーマンですると、すごい分かりやすいって言ってくれるんですよ。その例えばが多いので。はい、じゃあもう一つ突っ込みます。実感できる。実感できた時に何が違う気がしますか？そうやな、私もそう思いました。感動。そこでそ感動が出てくる。うやね、それは自分だけじゃなくて、その人たちにも感動を与えたい。そうなんです。感激されるのダメなんです、感動は。今ふっと湧いてきたのが、たかが言うメッセージと一緒で、ああ、私が「お前らもやれることがあるから、お前らの領域でやれ」って言われると、私も頑張ろうと思います。こういうエネルギーを与えたいですね。ほんまやな。そう言われると、有名な方に言われると、また本当に自分へのメッセージのように受け取るんですよね。自信で突き動かすものが一つ抜けてますね。情熱ですわ。すごい。今情熱あるでしょ？ね、そうやね、そうやね、情熱ですわ。ね、情熱やね。だから、この思いを伝えていくんやぞっのていう。情熱ですね。だから、結局そこに情熱があれば、自 信はなんどかいこでらんももん良ね、くほなんまるんや。ですね。でも、根源は自信を持ちたいから情熱が湧いてくるだけであって、一旦情熱が出てくると、自信はどう関で係もなよい。くなる。だから、情熱を引き出すための手段が自信を持ちたいっていう願望だったっていうことですね。すごでな、自信で情熱やな。だから、サブ価値観で情熱がやっぱりなければ、何も動かん。ここに、自信も動かなければ、可能も動かないと。努力も動かないと。自信で物事を選んでる。自信があるものに手をつける。そうでもない。本質につながるにはどれを選ぼう？正直。あんまりピンと来ない。来ないんですよ。愛か。愛やな。愛がある方を選ぶと本質につながる。ちょっとこれ自分に書いといてくれます？例えばこれとこれを選ぶときに、愛がある方を選ぶっていうことなんです。結局はね、愛がある方を選ぶから本質につながるっていうことなのね。意味としてあ、愛かはもしれん、愛そういでいうですの、か。今まで。真由美さんを選んだのも。愛されない方がおかしくなってきますよね。じゃあね、1個しか選べないんだ。じゃあ愛にしましょう。はい、じ深ゃいですけあ愛を持ってマーケティングしていきますね。愛がある方を、何を選ぶにしても、私は愛がある方を選んで提示していきます。私はこっちの方が愛があると思います。で、リサーチの結果、こっちの方が愛がありましたとか、ね、数字は嘘をつかないから。これ真由美さんから見ても大丈夫だと思います？大丈夫だと思います。つながりましたね、今ね。はい。これを選ぶ人がね、結構ブレてるんです。優しさ？あなたにとって優しさって何よって。だって、みんなに優しい人はあなたにも優しいよって。だから優しい人がいいって言ったって、一番世界一優しい人、詐欺師だよ。けどここにさ、昨日まゆみさんが言われた尊重じゃないわ、尊敬はないじゃないですか。尊敬、あ、その他。あ、その他にそのさ、他、尊敬。
すべてビジネスの根幹を組み立てる。これで何をしていくかっていうと、もちろん商品設計の知恵 と、理念を出していきます、言霊、言霊でお客さん寄せていくので、お客様っていうのは本当に言葉で吸い寄せられるので、困った時は私がおるから一人で走ったらあかんでみたいな、